今週の日本バスケニュース。はい、ということで、はい、なんかあちらもね、遠隔撮影ってことになったみたいなので、ああ、そうですね、はい。僕らも負けじと遠隔でやっていこうかなと思ってますので。いや、時代はリモートです。リモートですね。はい。うん、遠隔撮影のいいところはね、あの黒巻使わないからレバンガの、はい。T シャツが着れるっていうのが一番いいね。ああ、緑の T シャツか。そうね。はい。僕は今日青キックス着ちゃってますけど。そうだよ。ライバルチャンネルの。ライバルチャンネルの山本ね。いやでももうちょっとでさ、もうなんか初めて1ヶ月で5000人、あ、バスケットマン山本修介っていう YouTube チャンネルやってるんですけど。はいはいはい。はいはい、あれが始まって1ヶ月で5000人で、まあ、動画もまださ6本ぐらいしか上げてないからさ。そうですね、まあっという間に1万人超えるんじゃないのかなというふうに思ってますけれども。おお、すごいですね。はい、まあ、なんか、うん、あれですね、そういえばふと思いつきましたけど、今度日本バスケ界隈の YouTube チャンネルの紹介とかもしてみましょうか。じゃあそんなにいっぱいある？いや、ないからですよ。ないからそうかそうか、ないからプッシュしていかないと。そうだね、うん、はい、まあそうだね、なんかこういろんなね、やっぱ YouTube をね活用してる選手もたくさんいますので、はい、はいはい、青キックスの T シャツ販売してますんで、ぜひ。青木くんは会ったことあんの？ないっす。あ、ないんだ。あ、僕もないですけど、はい、あ、僕もあれですよ。いや、宮本先生からいただいたんで、今こう画面に出してますけど、はい、Don't be sorry って、Be careful っていうね、キックスを踏んじゃダメだよっていうシールをマックに貼ってますね。それ、青木くんにまだ言ってないんで怒られちゃうやつかもしれないですね。宮本さんにあげたんすよっていう。あ、じゃあここはカットしませんね。はい。青木キックス、最新回はですね、はいはいはい、白鴎大学の中川凛選手、引退した三つうろこに行くんですけど、はいはいはい、彼とコラボレーションしてますんで、なんか準レギュラーになるとかならないとかみたいな。あ、そうなんだ。はい、話してますね。ぜひそちらもチェックしてみてください。こちらから、まあ、ニュースなんでね、ちょっと、はい、まあね、もちろん知っての通り、ちょっとリーグがね中止になってしまいましたので、はい、試合のね話はできないんですけれども、うん、まあ、その辺をね話していこうかなと思っています。はい、まずね、まあ、ちょっとね、1週間経っちゃったんで、なんかフレッシュさが全然なくなっちゃってるんですけれども、はい、B リーグがね、まあ、ここで、今、無観客試合とかね、いろいろ模索してましたけれども、はい、中止というね、この後のレギュラーシーズン、ポストシーズン、すべて中止という発表が、先週の木曜日に、大勝山の方からありました。はい。はい。で、まあね、まあ、ファンからするとね、すごく残念な終わり方ではあって、たんですけれども、うんうん、で、まあ、この段階で、まあ、ちょっと先に概要だけ話してしまうと、はい、B1 からの降格はなしと、はい、で B2 から、上位2チーム、勝率上位2チームが、うん、来季 B1 に昇格して、はい、2020-21 シーズンは B1 が20チーム、B2 が16チームで戦うということになりました。はい、まあ、どうすることもできないね、この状態だったらね。そうですね、まあ、本当に安心安全っていうのが一番なんだなって日々感じるばかりですね。本当にそれ、本当にそれしか感じない。それが最優先ですからね。はい、うん、まあそんなところで言うと、ミャンマー B2 からね、そう昇格になるのが、勝率だけで言うと、はい、新州ブレイブウォリアーズと、はい、広島ドラゴンプライズ、はいはい、中地区の1位と西地区の1位で、まあ、時点が3位だったのが東地区1位の、仙台 AT ライナー、はい、AT ナイナーズ、はいはい、で、まあ、その B2 ライセンスがね、あ、ごめんなさい、 B1 ライセンスがね取れるかどうかっていうのは、はい、4月の24日に、はい、理事会をやって、そこで、まあ、ちょっと検討する、まあ、審査をするっていうふうになってるみたいです。うん、まあ、宮本さんもこの間ね、仙台のね、あのモコモコフリースモコモコフリースになってる切るの忘れた。今日だった。暑いんですよね。今日。青キックスがなかった。青キックスがなかった。ごめん、青キックス。まあ仙台のねフリースを買ったって言ってたんでね、まあ仙台、はい、まあね、ちょっと見てみたいなっていうふうに話しましたけど、はい、僕とも。そうですね。うん、ただ信州に関しては、僕らが。はいはいはい、サクオフっていうんですかね、サクオフシーズン。いや、まあ、前回のオフシーズンでいいでしょう、はい、サクオフシーズンお世話になった、サクオフシーズンどんなシーズンにお世話になったはい、はい、栗野城アシスタントコーチとか、広島ドラゴンフライズは U15 の方に、はい、尺野翔太、U15 ヘッドコーチなどが
いらっしゃいましてお世話になってますんで、そう考えるとエクストラパス意外とあれじゃない、先見の明があるというか目のつけどころが良かったんじゃないのかなって思うんだけど。そうですね、確かにすごく手前味噌な話ですけどね、うん、難しいですけどね、各3つにカンファレンス分かれてるんで3つとも上げてほしいなとは思ったりしますけど。そうなんだよねって言ってる人がいるんだけどさ、奇数になっちゃうとさ試合しないチームが出ちゃうんだよね、まあその気持ちもわかる。そう、1チームだけなんか中ぶらりになって試合しない週があるとかさ、ちょっとありえないじゃん。そうですね、うん、だからまあ偶数にしなきゃいけないっていうね、うん、あれがあったのかもしれないけどね、うん、まあ信州強かったですね、広島も強かったけどね。信州強いですね、うん、どちらも40勝7敗ですか。はい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 、47試合消化して、うん、ちょっと私は今訳あって、あの信州の試合をですねここ数日ずっと朝から晩まで見てるんですけど訳あってね、うんうん、はい、なぜかわかると思いますけども後で、はいはいはい、まあそっか、まあってことで B1 ちょっとさ結果をさ拾っていきましょうか、せっかくなんでね、はい、順位をね、はいはい、お願いします。で B1 の、最高勝率だったのはアルバルク東京32勝9敗、はい、で、次が、宇都宮とね川崎が31勝9敗で並んでるんですけれども、はい、まあ、ちょっと消化してるね、はい、試合の数が1試合違うので。そうですね、うん、まあほら最後のねあの28節3月14、15でやった試合でね、はい、川崎は北海道とやらなかったし、宇都宮は千葉とね、はい、試合やらなかったので、まあ、これやってたらちょっとね、はい、どうなってたか分かんないんですけども、うん、まあそれ言っても仕方ないので、うん、まあ最後勝率は東京ですってことですね、はい、うん。で、次がどこだ、千葉か、はいはい、千葉が4番目が千葉が28勝12敗で5番目が、琉球で27勝14敗と、うん、いうことでね。まあねちょっと本当にこうね尻切れで終わっちゃったからさ、なんかこう、うん、もやもやするというかさ気持ち悪さみたいなのはやっぱりあるんだけれどもさ、うん、うんうん、まあでも東京も強かったし川崎もね宇都宮も盤石だったなっていう感じはしますよね。まあそうですね、7割5分の勝率ですからね、4試合に3試合以上は 勝つってすごい勝率ですよね、うん、でも東京にしても、うん、まあ、はい、宇都宮とかはちょっと飛ばして千葉、はい、ジェッツにしても東京に関しては怪我人が最初にかなり出て、馬場雄大選手が、G リーグの方に挑戦して対談して、うんうん、千葉ジェッツに関してはかなりスタートダッシュにつまずいたっていう中でその成績を出してるのはすごいですよね。すごいよね。川崎もさねやっぱりね篠山選手がいなくて、はい、で怪我人がいて、うん、でカルパリもねあの ACL やっちゃって帰っちゃってっていう状況でね、うん、ここまでね保ってきて、はい、いやー川崎に関して言うとまあちょっともやっとする方の話で申し訳ないですけど、うん、パギロ・アギラール見たかったっすね。パブロねパブロ・アギラール、パギロって何パブロ、噛んだ噛んだ、パブロ・アギラールね、うん、パブロ・アギラールね、はい、この後ね見たかったですね。やっぱりねスペイン代表選手ですからね、うん、どこまでやるか、まあ結果的に北海道との1試合しか出なかったんでね、はい、あの試合でも、まあ、十分存在感は示してましたけれども、うん、まあ、この後チャンピオンシップとかね、他のトップチームのね、トップ外国籍選手との ね、マッチアップとかも見てみたくた、うん、見てみたかったなっていうふうに思ってますけれども、うん、来季また来るんじゃないの、でも何もなければ、そうですね、来季まあ可能であるんだったらある程度同じメンバーで見たいっていう気持ちはありますよ ね、うんうん、まあ他の皆さんもそうかもしれないですけど、うん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 、ごめんさっきちょっとね飛ばしちゃったんだけど、琉球と同率の勝率のサンロッカーズ渋谷がいました。はい、サンロッカーズ渋谷、今年東地区4位で琉球と同率なんですね。そうそうそう、東地区の4位なんだけどさすが西地区1位の、琉球よりも、勝率がいいと、はい、うんうん、だからこの筑西もさちょっと言ってももう 不平等というかさ、うん、ね、東側が強くて、ね、東側で強い同士で戦って潰し合いしてるのとさっていう話になっちゃうじゃん、うん、なんか好きですよね日本ってそういうの。うん、なんか西高東低みたいな、パリーグが強くて セリーグが弱いみたい なんかそういうのあんま気にしないですよ。そうね、なんかだから結局来季はさそのね3で割れないから、うん、まあ東地区と西地区って2地区に分けるのかとかって話も出てるけどさ、あつっても東地区強いじゃんみたいな、まあ分かんないよ来季の戦力がどう変わるか分かんないから、そうですね、なんとも言えないけど、うん、うん、
だからまあそんな感じで、渋谷もね、ほんと台風の目じゃないけれども、宮本さんあれだもんね、シーズン前のさ、はい、僕との予想でさ、はい、渋谷をさ、5位にしてたもんね。渋谷を5位で僕は天皇杯で予想するということは心の中で思ってましたよ。どういうこと？僕は天皇杯は渋谷が取るとは心では思ってました。5位には予想しましたけど、天皇杯を取るとは心では思ってました。あなた散々滋賀って言ってたじゃないですか。嘘つきじゃないですか。いや、滋賀見たかったっすね。あ、まあ、滋賀がだからね、あの、ポッドキャストの中じゃないや、この間の、この何か、何週間前に配信した、B1 の展望でも言ったんだけれども、はい、うん、まあ、勝率で言うと、まあね、今の、この段階では、1位の琉球まで6ゲーム差、5ゲーム差ぐらいあったんだけれども、はい、あの、多分この後まくってくるんじゃないかっていうふうにね、予想してたんで、うん、まあ、滋賀がチャンピオンシップっていうのも全然あり得たんじゃないのかなっていうね。そうですね。まあ、言っても仕方ないんだけどね、本当にね。まあ、そうですね。まあ、そんな妄想は僕らだけじゃなくて、もう皆さん散々やったわけですよ。うん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 。はい。はい。じゃあ、まあそんな感じでね、まあ、2019-20 シーズンはこういう形で終わりましたけれども、うん、あのスタッツリーダーがね発表されたんですよね。はい、スタッツリーダーを読み上げていきましょうか、せっかくだから。はい、まず得点王三河ダバンテガードナー、さすがです、 23.4 得点。うん、ああ、じゃあ先一つ一つ言って話していっちゃおうか。ああ、はい、分かりました。まあ、得点王なんですけど、ガードナー、はい、三河に行ってさ、まあ、金丸くんがいてさ、河、はい、村選手がいてさみたいな感じだったんで、はい、まあ言ってしまうとどっからでも点が取れるようなチーム構成だったじゃないですか、三河シーズン始まった時に感じたのは、うん、で、まあ、ガードナーの得点もちょっと、ね、伸び悩むかなってね、ボールのシェアを考えると、はい、いうのが予想だったんですが、伸び悩まなかったですね、まあ、得点ランキングは1位をとにかく死守、はい、まあでもね、昨シーズンはね27点ぐらいだったね、平均得点が。はい、だからね、4点ぐらい落ちてる、うん、そう、落ちてるんだよね。うんうんうん、はい、それでもまあどうにか1位を取りました。はい、はい、で2位がファジーカスで、3位が京都のサイモン。はい、はい、で、リバウンド部門、琉球のジャック・クーリーが 13.3で1位、リバウンドですね。クーリーすごいですね。クーリーもなんかちょっと体の厚みがおかしいもんね。クーリーすごいっすね。いや、クーリー最初琉球を見た時はクーリーなのかって思ったんですけど、あ、琉球っていうチームにクーリーがハマる外国籍なのかっていうのはすごく、うん、まあ、ちょっと疑問に思ったところありましたけど、うんうん、はい、確かに確かに。でもちゃんとハマってきましたから、うんうんうん、やっぱりその辺もスタッフ含めて、まあいろいろ琉球さんもありましたけど、うん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 、まあ、その戦術的な部分なりチームマネジメントの部分は、うんうん、琉球はやっぱり素晴らしいんだなっていうことが改めて分かったシーズンだったと思いますね。はい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 、確かにね、うんうんうん、で、まあ、2位がハレルソンで3位がファジーカスって感じで、まあ、日本 何年かさ、やっぱ経験してる選手が入ってくるじゃんみたいな感じの感覚はあるんだけどさ、はい、やっぱ1年目のクーリーがここまでやるっていうのはね、すごいですね、うんうん、本当にすごいとしか言えないですし、結構そのあのがたいの感じからはこう感じさせない結構器用さっていうのも持ってるんで、クーリーは外があるっていうわけではなくて、はい、なんか完全にクラシカル感はではないっていうのか、なんか確かにね、うんうん、不思議っていうと違いますけど、うん、なんかそういう面白い選手、そうだね、そういった意味では琉球にはまりやすかったのかなっていう感じはあるよね、うんうんうん、琉球も結構早いバスケするからね、結局ね、そうですね、うん、クーリーがいてもね、はい、ということで、次がアシスト、はい、1位が富樫勇樹 6.5、 はい、富樫くんがアシストです。なんか騒いでた人がいましたね。ああ、京都の方から、京都の方のね、はい、京都の方からなんか、まああえて名前は言いませんけど、なんか京都の方で騒いでる人がいましたね。はい、はい、まあこの騒いでる人ね、あれなんですよ、8.6 かな、5かな、 8.7 かな、平均アシストやってるんですよ、うん、はい、
まあ、ただねほらやっぱりちょっと怪我で途中抜けちゃったりとかさしたじゃん。あーなるほど、うん、で規定試合数達してないんで、まあ、このランキングには乗ってこながいいっていう感じだったので、はい、まあ、それに対してなるほどだから、まあ、ちょっと真の王者は俺だったそうだね真のアシストは俺だったそうだね、うん、はい、っていうことを言いたかったみたいですね。去年は取ったんですけどね、まあ前、はい、その前のシーズンもそうだったようなそんなような感じだったような気がするな。そんな気がしますね、うんうんうん、はい、はい、で斉藤匠くんが、5.4 で2位、はい、波里が、5.2 で3位っていう風になってますね、はい、まあ日本人が多いですね、うん、はい、でブロック部門、川崎のジョーダン・ヒースが 1.5 で1位でした。ブロック王でした。 1.5 はすごいですね。いやこれも同じなんですよ、カディーム・コールビーまさか秋田のカディーム・コールビーも、はい、まあ、規定試合ね、秋田結構ローテーションさせるじゃん。そうですね、秋田、まあ、毎回違う連戦だと同じセットでは来ないかそうだよ、ね、ことが多いんで、はい、だからそれで、カリーム・コールビーが多分 1.9 とか 1.8 いくつやってますね。 1.9 はすごいですね。2本いかないぐらいだね、うん、あ2本いかない日ってことはさ、もう4点分の重みがあるわけでしょ、はい、そうですね、毎試合4点カリーム・コールビーで、そうだよね、防いでる。そうだよね、それすごいことだよね、うん、ただ秋田に関してはそのカディム・コールビーのところに追い込む日本人のディフェンスも素晴らしいですからね。あえて打たせるみたいなね、そういうのもあるもんね。そうですね、作戦としてはね、なんか今日そういえば井上武彦先生の、はいはいはい、あのスラムダンクの、うん、何でしたっけ、ビジュアル集、イラスト集、イラスト集、うんうんうん、はい、が出ましたけど、あの山王工業戦、知らない方もいるかもしれないですけど、山王工業戦で沢北はパスしねえって言ってブロックショットをかますみたいな、ああいう感じが秋田にはやっぱありますよ、ね、はい、負けたことがねえからだってやつでしょ。そうです、はい、あいつはパスしねえっつってまあそういうのもあるよね、うん、はい、まあ狙ってそこでね、まあちょっと身長差のギャップを狙って、うん、まあいけるように見せかけてブロックショットさせるっていうのも、はい、まあ、狙ってるのは狙ってるんだろうね、うんうん、はい、スティール部門、ベンドラメレオが 1.8 で 初受賞 初チャンピオンですね、はい、うん、そうですね、これもね前ちょっとポッドキャストの中でも話したんですけども、はい、まあ、これもさっきのねコールビーと一緒で、はい、ベンドラメがスティールするまでの渋谷のその他の選手の動きがいいからっていうのもあるんですね。そうですね、僕はそう感じますね、うん、関野公平しかり広瀬さんしかりはいはい、はい、っていうところのそのプレッシャーからの、はい、パスバック、はい、ガードに戻ってくるところとかのスティールが多いのかなとか、まあ、あとはインサイドにボールが入ったところからの、うん、まあ、ダブルチームだったりプレッシャーだったりからの遠いところに飛ばそうとしたところを隠れて、うん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 、スティールするのが上手いのかなっていうのが、なるほど、まあ、渋谷の印象ですし、はい、まあ、そこからね渋谷はサイズ含めセンターラインをリムランで外国籍が走ってきてベンドラメと2面ゲーム、うん、3面ゲームで圧倒するシーンが今年は印象的でしたね。そうだよね、早いからね、もうねスティールからの展開がね、うん、もうワンマン速攻もあるし次の、ね、はい、外国籍が走ってくるっていうね。そうですね、恐ろしい速攻だよね、本当恐ろしい速攻ですねあれは本当にサイズとさ、はい、CJ とさケリーがさ、はい、あんな走ってきたらさもうどうすることもできないな。そうですね、でケリーとかに関してはそのセカンドビッグって、はい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 、2人目の量はリバウンド取ったりとか一番深いところにいた、うん、そのビッグマン、うん、で遅れてスペース取りながら走ってきた時に、うん、全員がサイズにとか CJ の方に注力してゴール付近固めてたらあっさりスリーポイント決めてきますからね、そこらそうだよね、うん、いや渋谷強かったな、渋谷を CS 見たかったなっていうのあるね、うん、そうですね、天皇杯の戦い見る限りは CS ちょっと短縮になったら渋谷かなりあった感じしますね。そうだよね、だからなんせ一発勝負の、ね、うん、天皇杯勝ってるわけだからね、うん、うん、あの経験はでかいよねそうですね、はい、ということでスリーポイント確率、スリーポイント成功率、はいはい、1位がなんと京都の松井圭十郎、はい、KJ ですよ。いやカムバックですよこれ、ね、47.2 だよ 47.2 ほぼ2本に1本入るそうだね、2本に1本入る、期待値に直すと、うんうん、まあ、期待値ってパーセンテージに点数をかけるんですけど、期待値1超えると素晴らしいって言われてますけど、はいはいはい、
期待値直す 1.3 ぐらいいくんですか。もっとじゃない。 1.5 弱でしょ。 1.4 弱ぐらい、4分ぐらいいくのか。 1.45 ぐらいいくんじゃないの、うん、それってフリースローと同じぐらいのパーセンテージですからね。あ、 1.4 はいかない期待値でしょ、うん、そうだよね。うん、やばいよね。やばいですね。で、まあね、もちろんマブンガからいいパスが供給されたりとかするのかなっていうふうには思ってたんだけど、なんかさ、 KJ のミックスみたいなのがちょっと上がってたの、あのこの、はい、受賞に関してさ、はいはい、意外とさ、あのアーリー3っていうのなんていうの、アーリー3、あー、そうですね、そのアーリーオフェンスだからコーナーとかに走ってって、うんうん、でドラ、例えばあの右サイドからボールプッシュしてきて、はい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 、アーリーピックでピックアンドロールをかまして、うん、コーナーで走ってきて待ってた KJ に出したら KJ がサクッと決めてくるみたいな、まだみんな戻ってきてる、さっきの渋谷で行ったところの、うん、あのリムランしてくる途中のところでも先にコーナーで待ってて、うんうんうん、クイックでスリーまで決めてくるってところですね。だからさ、なんかサイモンとかさ、マブンガーがなんかごちゃっと崩してさ、はい、でもう外出して KJ が待って打つみたいなのとかなのかなっていうのが勝手に思ってたんだけど、うん、意外とアーリーな展開で打っちゃって入っちゃうみたいなのがあったりして、そうなんですよね。だから意外、多分その京都の構築的にはそんなにリバウンドっていうものにあまり注力しないんで、マブンガが確かにそうかも、ね、あれなんで、うんうん、その早い展開でクイックで打つのがヒットすると100点ゲームっていうのが結構前半にあったんですよね、うんうんうん、だそれをちょっとガードが、うん、うまくいかなくなったりとかし始めてから、はい、まあ2巡目ぐらいですよね、うんうん、リーグでも回り始めてきてから止められてきて点数が伸びなくなってきましたけど、はい、最初の方は東京相手に100点ゲームとか、うん、そういうゲームありましたから。あったね。うん。うん、あと、開幕、何連勝でしたっけ？かなり連勝しましたよね。うん。ちょっとね、中盤落ちてった時もあったけどね。うん。うん、いや、京都、まあ、戦力見る限り強いなと思ってたけれども、はい、いや、まあ、めっちゃ失礼だけど、KG がこんな活躍すると思ってなかったなと思っちゃうよね。いや、カムバックですね。うん、まあ、元レバンガですからね。うん。うん、はい。で面白いのが、2位と3位が川崎のヒースとファジーカスです。はい、怖くね。いや怖くね。いやすごいですよ、あの2人は。はい。インサイド選手2人が、あれなんですよ。もう僕らがやってる、ポッドキャスト、はい、エクストラパスのポッドキャストの方で、先日、うんうん、富山対、川崎の1月5日のゲームをちょっとピックアップして、はいはいはい、ちょっと深掘りしていこうっていう企画をやりましたね。やったんですけども、うんうん、まあそちらの方でもやっぱりゲーム見てると、うん、基本的にはやっぱりピック&ポップで、うん、ピック&ダイブって言ってゴールの方にピックしてから飛び込むのではなくて、はい、ポップアウトって言って外に開いてスリーポイントを待って次の展開狙いつつ、スリーポイント狙いつつ次の展開っていう風に、ファジカスもヒースもやるので、でどちらかがゴール下にいたら必ずキートップ、はい、リングの正面で待ってるっていうのが川崎のポジショニングなんで、うん、あれをね2人打てる選手が2人ともいて2人ともゴール下のスキルがあって、うん、で2人ともパスもそこそこさばけるっていう外国籍っていうのはちょっとその川崎の今年にかける思いはやっぱすごかったですよ ね、 打てるどころか2人とも4割以上決めてるわけですよね。そうなんですよね。恐ろしいよ、本当にこれ。すごいですよ、うん。勝てるわけないよ、川崎にって思っちゃうね。うんうん、はい。という感じで、まあ、そのね、時点はあとはほとんど日本人なんですけれども、はい、宮本さんが大好きな、カーリーこと、はい、狩野裕介選手は5位のね、5位にランクインしてますよ。いやー、でも、狩野選手に関しては、うん、パーセンテージっていうところでは計り知れない男なので。そうですね、もう、はい、やっぱりその、うん、こう、なんか一撃必殺みたいな感じですよね、カーリの選手に関しては、ね、うんうんうん。ここで来たら、もうやべえぞっていうところで決めるし、ここでまくられたら、もう試合決まるなっていうところでやっぱり持ってる人なんで、うん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 、僕らがね、応援するレバンガもそんな風にやられた試合が1試合ありましたね、はい。やられましたね、完全にね。はい、あれでなんか、スリーポイントの記録、はまあ、金丸くんに書いたときはその前なんか作ってたよね。あれクソ星去年か1試合10何本みたいなやつですか、うん、記憶がなくなって10本じゃなかったっけ、うん、これ富樫が抜いたんじゃなかったっけ、あ抜いたっけその前に。そうかそうか、じゃあごめん俺ねもうそれはもうなしでいいです。はい、で里山前田くんが 39.9% で6位にランキングしますね、はい、すごいねルーキーですからね。うん、
もう平均得点も11点以上取ってますから、はい、もう日本人エースですよ、富山の。いや、新人王でしょ。まあ、新人王、ね、選ばれないでしょ、多分やんないでしょ、まあ、該当がないでしょうね、多分青津は、ね、あ、かわいそうだよね、だから新人賞がさ、こう該当がないっていうのもね、まあ、普通にシーズン終わってれば彼が取ってたかもしれない、ね、まあ、そのこと言ったら何でもそうなんだけどね、うん、でも新人賞ってさ、一生に一回しかないじゃん。そうですね、得点王って何回でもさ、チャレンジできるけどさ、来年該当適用にしてくれるのかどうかね。2年連続新人賞ってないからね、うん、うん、なるほど、はい。じゃあ、最後ですね、フリースローの成功率が、はい、金丸浩介、はい、97.4% です。いや、金丸選手に関してちょっと一言言わせてもらいたいのが、はい、あの50、40、90を超えかけたんですよね、金丸選手。あー、そうだよね、うんうん、2ポイントが 50% 以上、はい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 、3ポイントが 40% 以上、はい、でフリースローが、90% 以上、はい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 、そのなんか、まあ、すごいって言われる、うん、野球でいうところのトリプルスリーみたいな、はい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 、あの30本30盗塁3割みたいな、そういう数字があるんですけど、それをどれでしたっけ、2ポイントが 49.何%じゃん。ちょっと待ってね、僕今すぐ出しますんでお待ちください、はい、ですね、金丸選手今データ見たところ、はい、フィールドゴールが 49.7% ですよ。うわー、 0.3 多分1本決めてれば1本多く決めてれば、ね、50、40、90、フィールドゴール 50%、 スリーポイント 40%、うん、フリースロー 90% ね、うん、フリースロー、あ、スリーポイントもさ、さっきランキング乗ってこなかっただけで 44.8% ですからね、はい、なるほど、まあ、ほぼ5割。あ、じゃあ5位までにはいなかったってことですね。5位までにはあの、多分打ってる本数かな、本数、うん、はいはい、まあ、多分足りてないんじゃないのかなと思いますね、うん、入ってないのでランキングには、はい、うん、まあ、ランキングに入ってきて、規定数入ってれば3位のファジーカスよりも確率はいいって感じですね、うん、なるほど。で、65本連続で打ったんだっけな、あ、入れたんだっけな。ああ、そうかもしれないです。で、出番が北海道で外したんですよ、ね。そう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 。この間さ、やってたんだけどさ、はい、特番みたいなのでさ、生、はい、YouTube ライブでやってたんだけど、うん、なんかもうね、嫌だったんだって、本当に。入り続けるのですか？そう、もう外したかったなって、早く。なんかこう、贅沢。なんかね、やっぱそのプレッシャーをやっぱ感じるらしいの、ああ、金丸でもね、やっぱり。はい、で、こう、ここなんか外した時の悪いイメージが出てきちゃうんだって、やっぱり。決め続けてると逆に。なるほど。すごく最後の方打ちづらくて。なんかその期待に応えられない感とかを感じるってことですかね。どうなんだろう。だからそのなんか、わー外しちゃったっていうような、なんか多分お客さんにから思われるとか、なんかやっぱ注目されるじゃん、やっぱそういうのにずっと入れてるとさ。確かにそうですね。そういうなんかそれで外した時のイメージがすごく出てきちゃうから。あー、なんかでもそれ、うん、別に僕は金丸選手の気持ちわかんないですけど、うん、ちょっと似たようなことを僕は見てて感じたのは、うん、なんかあのレバンガのオリモ選手、今年で引退表明されてたじゃないですか、はい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 、なんかオリモ選手のシュートが外れた時のあの、あーってなんか勘ってすごいなんかこう、なんとも言えないというか、オリモが打てば決めるだろうみたいなのはやっぱそうそうそう、なんか入れてほしいってのやっぱあるもんね。そう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 、なんかありますじゃん、あるじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうのってやっぱりこうやりにくさは分かんないですけど、やったことないんで僕は、うん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 、なんかまあ気になったりするんですかね、やっぱり。なんだろうね、うん、うん、だからなんかほら、機械だとかさ、マシンだとかって言われてるけどさ、うん、やっぱ人間なんだなって思って、うん、そのインタビューを聞いててさ、うん、だから落とした時はちょっとやっぱほっとした気持ちもあったようなことを言ってたかな、うん、ああなるほどですね、うん、でもね、シーズン通して2本しかフリースロー落とさないってね、うん、いやー、すごいことですよ。今後ないでしょうね。あ、でもやっぱそんだけ言っててもメンタルが大事だっつってたね、やっぱりね。へ、なるほど、うん、そんなメンタルでも入れられるからねっていうね、うん、はい、でまたこれで KJ が2位に入ってますよ、 94.9%。 いやー、すごいっすね。 90% 上回ったのはこの2人だけですね、うん、シュートに関してはもうやっぱ KJ はすごい、うん、はい、という感じですけど、 B2 はいいですか、はい、長くなってるから1位だけ上げて、ちょっと僕、はい、あの触れたいとこ、 B2 は来週でもいいですか。あ、来週でもいい。ちょっと触れたいところが、うん、あるんで僕の方からいいですか。はい、W リーグなんですけど、残念ながらコツコツ
階段リリースが出てきてまして、羽田ビッキーズが前日対談のリリース出まして、やっぱりあの僕らも、何回か前の YouTube で言ってたんですけども、丹羽選手が、引退表明されてるっていう中で、羽田ビッキーズでもう一人、柳瀬さつき選手、金沢総合、神奈川県の金沢総合から専修大学羽田ビッキーズ、で今年も割とプレータイムあったんですけど、柳瀬選手が引退を表明されました。昨日ね本人でツイッターで書いてましたね、はい、うん、そうですね、ちょっと、残念な形になっちゃうんですけども、こういう形でやっぱり、引退されていく選手がいるっていうのは、ある意味こう難しいですけど記憶に残るシーズンではあるので、そうだね、お疲れ様でしたっていうことを伝えたいなと、お疲れ様でした、思います。はい、ということで終わり はい、終わり、ちょっといや、ほらさ、 W はさ、このタイミングでプレーオフが終わる予定だったじゃないですか、4月の頭で、はい、もともとここで発表するつもりではいたのかなっていうふうには思うんですけどね、他のチームからまだリリース出てないですけどね、あまりね、そうですね、コツコツだから4月に入ってからリリースが出始めると思いますし、W は実業団なんで、それこそ新加入選手もリリースが始まってきて、ちょっと省きますけど、羽田ビッキーズに関しては、白鴎大学の、軸丸選手とか、聖カタリナ女子からですね、とか、その辺の選手が加入がもう出てきたので、その辺も何回どこかでピックアップ、まとまった時にできたらなと思います。あと、我らがモッチラミン。そうね。はい。秋田のペッパーズでしたっけに加入が決まりましたね。秋田のペッカーズ。どういうこと？実業団に入りましたね、もっちらみ。あ、そうなの、それ知らなかった。はい。はい。じゃあ、まだ。埼玉を退団して、契約がなくなって、満了かなんかして、4月1日から秋田の。実業団なんだ。じゃあ、社会人リーグ、はい、そうですね。に加入が決まったそうです。おぉ、いいね。じゃあ、働きながらバスケもやりつつって感じなんだね。そうですね。その辺もだから時期に追っていきましょうはいはいはい、分かりました。はい、でいろいろとなんか意外と時間経っちゃいましたね。もっといろいろ話そうと思ってたんですけど、はい、いい、もっと話す、じゃあせっかくだから。いや、いいっすよ、そんな後でネタなくなったら困るでしょ僕ら。はい、分かりました。じゃあエクセレンスの話とかもしたいなと思ってたんだけどさ、はい、いいか、また今度で。はいはい、じゃあ後半はね、ちょっとまたちょっとこんな状況なので戦術解説がやりづらいので、またちょっと別のことをやりたいと思いますので、はい、後半の動画もお楽しみにしてください。はい、それでは